どうも、皆さんこんにちは。プロトレーダーの翔太です。今回はですね、僕の LINE アットの方に、最近ですね、ウォルフ波動についてですね、結構質問が来るんですね。なので、今回はですね、ウォルフ波動を使いこなすための秘訣ということで、ちょっとやっていきたいと思います。で、ウォルフ波動はですね、あなたがFX で資産をですね、しっかり増やしていくにあたって、すごく役立つトレード手法なので、ぜひですね、しっかりと、極めることができるようにですね、今回の動画講座も最後まで、ご覧いただけると幸いでございます。はい。というわけで、早速解説していきます。こちらのチャートはですね、ユーロ円の5分足チャートなんですけども、このユーロ円の5分足チャートにおいてですね、ウォルフ波動がですね、この中で隠されているんですけども、どこかわかりますでしょうか？もうこの時点で、ここがウォルフ波動だなというふうに気づくことができている、方はですね、結構そのウォルフ波動についてしっかり勉強されている方なんで、すごいですね、それはもう拍手喝采というかですね、おめでとうございますって感じなんですけども、わからないという方はですね、ちょっと今からちゃんとですね、一から順々に解説していきますからね。はい、しっかりと、真剣にご覧くださいね。はい、というわけで、答えを言ってしまいます。答えはですね、この区間ですね。はい、ここの区間。ここの区間において、ウォルフ波動がですね、成立しております。で、今回は、その上昇パターンの場合の、そのウォルフ波動の、形がですね、これ成立しているポイントなんですね、ここの区間で。うん。で、まずですね、ウォルフ波動の1点目。解説していきます。ウォルフ波動のまず1点目はですね、ここです。はい、ここの安値。ここの安値がまず1点目ね。はい。そして2点目が、ここの高値。はい。そして、3点目が、ここの安値。そして4点目が、ここの実体レベルでの高値。ここね。うん。ここが結構重要でして、応用力が試されるポイントなんですね。うん。で、なんだろうな、こういったね、FX でね、資産をですね、しっかり、増やし続けていくにあたって、すごく重要なのが、この応用力なんですね。うん。どんな相場にもですね、その臨機応変に対応していくことができる応用力っていうのをしっかり身につけていくっていうのが非常に重要なんですね。で、型にはまった考え方しかできなかったらですね、臨機応変に対応できないもんですから、全然エントリーできずにですね、ずっとチャートに貼り付いてはいるんだけども、パソコンに貼り付いてですね、ずっとチャート見ているんだけども、全くエントリーできずに、もうその1日終了してしまうというか、そういう状態になっちゃうんですよね。だから、応用力をしっかり鍛えていってください。で、応用力を鍛えていくために重要なのはですね、まずですね、しっかりと本物のトレード手法の、奥の深い神髄の、数々をですね、しっかりと、まずは学習していくと。うん。日々学習していく。そして、過去検証をしっかりする。そして、実践するっていうことですね。実践、要するにリアルトレードをするっていうことです。この3つの過程をですね、ルーティーンとして、日々やっていってほしいんですね。そうすることで、どんどんその応用力っていうのはね、相場に対する応用力っていうのがどんどん身についていくようになってきますから、焦らずにですね、地道にやっていってほしいですね。うん。ルーティンとして、学習、そして過去検証、そして実践。これをやってほしいです。で、学習なんですけども、これ本物のトレード手法の、神髄の、数々じゃないと意味がないんですね。全く使えない、トレード手法をね、いくら、学習しても、これ全く意味ないですから、時間の無駄なんで、だから、学習するんだったら、本物のトレード手法の、神髄の数々をしっかり学習してください。で、その方法に関しては、動画の最後で、ちゃんとお伝えしますから、とりあえず、続きも、なんだろうな、最後まで、ご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。で、とりあえず4点目がね、ここです。実体レベルの高値。うん。で、これはヒゲレベルで考えちゃうと、2点目よりも4点目の方がこう切り上がる形になりますよね、このように。これだと上昇パターンのウォルフ波動、が成立していないということになりますんで、だから、ここをね、4点目として考えてしまった場合は、もうこれウォルフ波動じゃないなっていうふうに思ってしまうわけですね、ここの場面で。でもこれを実体レベル、で、ここを4点目として認識できればですね、これ2点目よりも4点目の方がこのように切り下がってますよね。
切り下がってるので、あ、これ、ウォルフ稼働の、その上昇パターンのウォルフ稼働の条件当てはまっているなというふうに思うことができるわけですね。うん。で、続いて、その様子を見ることができると。ウォルフ稼働をしっかり成立するかなっていう感じで様子を見ることができるわけです。で、続いて5点目ですね、最後の。はい。5点目が、ここの安値になります。はい。で、実際にですね、ラインを、一つ一つ引いていきますと、まず、1、3、5ラインがこうですね。はい。で、1、3、5ラインね。これ注目してほしいんですけども、まあ、ちゃんとこのようにね、引けてますけども、これ注目してほしいのが、この5点目がですね、この1、3、5ラインに対して、ちょっと下はみ出てますよね。これじゃダメなんじゃないのと思う人もいるかもしれないんですけど、これでいいんですね。うん。で、これも結局その応用力なんですよ。うん。応用力をちゃんと、なんか身につけている人は、これ5点目、これぐらいはみ出ていても大丈夫だなって思えるわけです。なんでかというと、これ理由を、お伝えしますとね、まあ、先にちょっと24ライン引きますね、24ライン。うん。24ラインはこう引きますよね。実体レベル、4点目実体レベルで考えてるんで、ここは4点目になりますよね。で、24ラインこのように引けるわけです。で、この時ですね、注目してほしいのが、ここをね、実体レベルで4点目、定めているわけですから、まあ、これだけはみ出ているっていうことになりますよね。要するに髭先の、まあ、高値。うん。上髭の先の高値はここになりますよね、ここ。うん。だから要するに、こんだけなんだろうな、誤差が生じているっていうことです。要するに、はみ出てるわけです。で、この、はみ出ているこの長さが、ですよ。まあ勘のいい方はわかると思うんですけど、このはみ出ているこの長さっていうのが、5点目にも現れてくるっていうことですね、このように。わかりますでしょうか？もう一回言いますね。今回4点目をこれ実体で考えてるわけですね。実体レベルで考えてるわけです、ここでね。でもそしたら、ヒゲレベルで考えると高値はここになりますよね。ということは、こんだけ空きが生じている。うん。これだけその、まあ無駄な長さってことです、ここは。うん、で、この無駄な長さっていうのが、5点目に現れるんですね、このように。うん。こういうケース非常に多いんで、ウォルフ稼働を、しっかり、マスターしていきたいと思っている人はですね、これ、非常に重要な、ノウハウになりますから、もう超有料級なノウハウになるんで、これ、覚えておいてくださいね。もう一回言いますよ、重要なんで、めちゃめちゃ重要ですから。4点目をね、実体レベルでこのように考えた場合、その場合、上髭のその先端の高値がここですよね。うん。要するにこの実体の高値とその髭レベルでの高値の間がですね、このように、これぐらい空きがあるわけです。うん。まあ、この長さっていうのが、ウォルフ稼働にとっては無駄な長さっていうことです。うん。で、この無駄な長さっていうのが、どこかで、まあ、生産されないといけないというか、相殺されないといけないですね。うん、生産じゃないですね。相殺されないといけないです。ここの長さが。で、この余った、長さ。で、長さイコール、そのパワーというか、その、なんだろうな、力だと思ってください。うん。で、力が有り余っている状態だと思ってくださいね。ここね。うん。で、この有り余っている、この力っていうのを、どこかで相殺しないといけないですね。うん。で、その相殺、されやすいポイントっていうのが5点目なんですね。5点目。うん。はい。で、肝心な、エントリーポイントの話になるんですけども、続いて。エントリーポイントはですね、基本的にはこの24ラインありますね。この24ラインをですね、実体レベルで、上にブレイクしてきたポイントですね。うん。まあ、そこを、エントリーポイントとして、まあ、やるとですね、結構上手なトレードができやすくなるんですけども、ここでワンポイントアドバイスなんですが、まあ、この24ラインをですね、実際に、実体レベルで上にブレイクしてきた箇所は、この陽線じゃないですか。まあ、これで、この24ラインを、まあ、実体レベルで、ここで、まあ、上にブレイクしてきたと。ちょっと、あれですね、マークつけますね。この箇所ですよ、ここ。うん。この陽線、この陽線で、この24ラインをですね、実体レベルで上にブレイクしてきたと。で、ここで買いエントリーしてもいいんですけど、まあ、ワンポイントアドバイスとして、この24ラインに対して、リテストタッチですね。うん。要するに、この24ラインに、再びこう戻ってくる、まあ、値動きというか、まあ、それを、
まあ、リテストというかですね、まあ、249というか、その LINE に対して、もう一回戻ってくる、その、修正というかですね、その動きのことを、まあ、リテストって言ったりするんですけど、まあ、この249に対して、そのリテストタッチしてきたところを狙って、買いエントリーするっていうのが、僕的にはその、おすすめだったりするんですね。うん。で、まずその小さなリテスト。うん。小さなリテストを、まず一旦つけてきたところを狙って買いエントリーする。これが、まあ、結構その、まあ、おすすめな、考えだったりします。というわけで、まあ、ここで、この陽線が確定したところでね、まあ、24ライン実体レベルで上ブレイクしてきたんでね、まあ、ここで買いエントリーしてもいいんですけども、僕だったらもう一回待ってですね、次のこの陽線ありますね。この陽線のその下髭で、この24ライン、リテストタッチこうしてきてますよね、こう。要するにですね、ここですね。ここ。うん。この24ラインに対して、一旦こうタッチ、挨拶してきた、このリテストタッチしてきたところを狙って買いエントリーしますね。僕だったらね。というわけで、ここが、まあ、買いエントリーポイントですね。で、ここはですね、20移動平均線の観点から見てもですね、結構、まあ、いい感じというかですね。まあ、この20移動平均線、これ、青色が 20EMA、そして赤色が 20SMA なんですけども、これをですね、まあ、まず、この24ライン、上にブレイクする前に、もうここの箇所で、20移動平均線よりも上にですね、ローソク足来てますよね。で、なおかつ、この陰線1本分で、まあ20移動平均線に対して、ちゃんと押しを作ってきて、押し作って、そして、まあ上昇してきたという、まあこの流れもあるんですね。この流れもあるんで、まあよりこう鉄板というかですね、こういうポイントは。うん。そして、この24ラインを、実体レベルで上ブレイクして、そしてもう一回待って、で、24ラインにリテストタッチをしてきたここを狙って買いエントリー。そして、次に肝心な利益確定ポイントなんですけども、まあもちろん利益確定ポイントは14ラインですね。はい。というわけで1点目と4点目このように結んでありますと、はい。わかりますでしょうかね。このようにですね、ここです。要するに。まあ利益確定ポイントは。これ、ね。ここですよ。ここの高値。こんなに綺麗に効いてくれるわけですよ。わかりますか？この14ライン。この14ラインめがけてですね。まあ、ギュイーンとこう上昇して、14ラインに近づいてきたところで一気に急落するというね。うん。これが、ウォルフ波動の恐ろしさですよ。うん。恐ろしさというか、その、ウォルフ波動の凄さですよね。うん。だから、まあ、要するに、まあ、この24ラインにリテストタッチしてきたここで買いエントリーして、そして、このウォルカードの14ラインに近づいてきたここですね。ここで利益確定する。まあ、このね、幅が取れるわけですね、要するに。で、まあ、ここのね、まあ、上髭、先端あたりで利益確定するっていうのは難しかったとしても、この陽線、この陽線が、まあ、確定、したところで、まあ、利益確定することは、まあ、十分できますよね。それだったら。うん。というわけで、まあ、ここの先端のところまで取れなかったとしても、まあ、この、ここで、まあ、この陽線確定するわけですよね。ここは終わり値なわけですから、まあ、ここまでは取れますよね。というわけで、まあ、ここですね、要するに。うん。まあ、このあたりですよ。うん。このあたりぐらいまでは取れるってことですね。ことですね。うん。このあたりで利益確定することは、ま、十分可能ですよね。うん。この上髭先端でできなかったとしてもね。というわけで、まあ、ここから、まあ、ここぐらいまでは取れるってことですね。うん。でですね、ウォルフ波動の14ラインに、まあ、近づいてきた後は、まあ、このようにですね、V 字反転してくるケースが非常に多いんですね。なので、まあ、ここも、だから取れるわけですよね。売りエントリーで取れますよね、ここもね。だからまず、まあ、ここから、24ラインにリテストタッチしてきた、こう、から買いエントリーして、この14ラインに近づいてきたこの辺で、利益確定する。で、その後すぐに、この辺りで売りエントリーをして、そして、まあ、V 字反転の特徴としては、まあ、そのしばらくですね、まあ、これ、なんだろうな、下落の場合の V 字反転の話になるんですけども、まあ、陰線をですね、何本もこのように作ってくるんですね。うん。まあ、そういうケースが非常に多いんですが、で、陰線何本も作ってきて、で、その後ですね、まあ、陽線、こう確定してますよね。
というわけで、まあ、要線が確定してきた、まあ、ところで、利益確定すると、次はね。だから、まあ、この辺で売りエントリーして、この要線が確定した、まあ、ここで利益確定する。要するに、まあ、この辺から、この辺ぐらいまでね。この値幅取れますよね。この値幅を。うん。で、さらに取れるんですね。ウォール波動を使えば。うん。どういうことかというとですね。この、ですよ。24ラインありますね。この24ラインっていうのは、大きくスイングをつけて、この24ラインに対してですね、大きくスイングつけて、またね、リテストタッチしてくるケースっていうのがまた多いわけですよ。というわけで、この下落も取れるわけですね。うん。これどうやって取るかっていうと、まあ、ここの区間で、まあ、上昇トレンドこのように作ってますよね。このように。上昇トレンド作ってます。じゃあ、この上昇トレンドに対してですよ。まあ、このようにこう、まあ、このようにね、切り上げライン引くことができますよね。うん。で、まあ、この切り上げラインを、まあ、下にブレイクしてきたところですね。ここね。この陰線ありますね。うん。で、まあ、この陰線が、まあ、確定したところを狙って、まあ、ここで売りエントリーすると。うん。まあ、こうですよね。ここで売りエントリーする。で、この24ラインに、まあ、大きくスイングつけて、リテストタッチしてきた。ここですよね。ここ。うん。ここで利益確定すると。要するに、まあ、こっからここまで取れるわけですよね。まあ、3回トレードができるわけですよね。このようにね。うん。まあ、だからね、ウォルフ波動をですね、ひとたび極めてしまえばですね、このように臨機応変にですね、そのウォルフ波動を使ってですね、まあ、何度もトレードをですね、することがね、可能になってきたりするんで、だから非常にね、心強い味方になってくれます。ウォルフ波動はね。だから、しっかりね、極めていってほしいなと思いますね。うん。で、ですね、まあ、最後に、非常に重要なお知らせがあるんですが、今現在ですね、僕の LINE アットを友達登録、していただいた方にだけ特別にお渡ししている、極意マニュアルというものがあるんですけど、この極意マニュアルの詳細はですね、FX の、超初心者がですね、少資金からでも、最短最速で自由なお金持ちの上昇トレーダーを目指していくためにおいて、ものすごく役に立つ、マニュアルになります。それが極意マニュアルと言います。で、この極意マニュアルをですね、受け取りたいという方は、僕の LINE アットのリンク、この動画下の説明欄に載っけてますから、そちらから、ですね、まず僕の LINE アットをお気軽に友達登録していただき、その後に僕の LINE アットのトークの方に極意マニュアル希望とメッセージをください。そして極意マニュアルをお渡しいたします。で、動画の途中でもね、言ってたりしてたんですけども、こういったね、相場に対して臨機応変に、対応しながらトレードをしていく、まあ、その相場の応用力ですよね。はい。この相場に対しての応用力っていうのを、ですね、しっかりとですね、まあ、身につけていくことがですね、まあ、FX でしっかり資産を、増やしていくにあたってすごく重要なんですね。で、この相場の応用力っていうのも、しっかり身につけていきたいという方はですね、まあ、ものすごく役に立つコンテンツっていうのをですね、僕はですね、作っておりまして、それがですね、翔太式12トン特セットって言います。で、この翔太式12トン特セットっていうのはですね、まあ、こういった本物のトレード思考の真髄の、数々をですね、たくさん学べる、コンテンツとなっておりまして、まあ、相場の応用力を身につけるためにはですね、本物のトレード手法の真髄の数々をですね、しっかりと奥深いところまで、学習していく必要がありますんで、まあ、このね、相場の応用力もしっかりと、身につけていきたいと、鍛えていきたいという方は、翔太式12トン特セットもぜひね、ご参考いただけたらと思います。うん。まあ、翔太式12トン特セットは、なんだろうな、興味ある方はですね、僕の LINE アットの方に、翔太式12トン特セットの、詳細希望とメッセージいただいても、大丈夫ですし、この動画下の説明欄に翔太式12トン特セットの詳細となる、リンクもですね、載っけてたりするんで、よかったら、そちらもご参考いただけたらと思います。はい、というわけで、今回のですね、動画講座以上になります。ためになりましたら、動画の高評価、そして YouTube のチャンネル登録など、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。